後チ 41cm、方身長 13.445m、方身重量8万 kg、全備重量31万 8000kg、砲弾重量 1000kg と、帝国陸軍の下砲では、最大の後傾、重量、威力を誇った。また後傾のみを海軍戦艦の手法と比べても、十数年後に 46cm 砲投下の後、 装備する大和型戦艦が登場するまでは、同時代の長戸型戦艦の41センチメートル砲ーカノンと、共に、日本軍では、最大クラスの火砲であった。製造後は、その大きさと運用コストの高さなどから長らく、日本内地で保管されていたものの、太平洋戦争開戦時前後に、要塞砲として、満州に送られ、第二次世界大戦最後の激戦地である。 後藤洋裁の戦いで使用され、大威力を発揮し活躍した。1920年代初頭、陸軍は洋裁整備計画の一環として、大口径4 1センチメートルの洋裁砲開発を計画した。しかしながらその4 1センチメートル砲は7年式3 0センチメートル潮榴弾砲と比較して、方針長約2倍、方針重量約4倍。 全備重量約3倍の巨砲であったため、重砲の製造を担当している大阪砲兵交渉科砲製造所は、本砲製造のために新たに工場を新設資格、製造準備を整えた。日本製工所に、注文済みであった、身、神、人、他素材等が入荷し、これら部品の製造を経て、電気操縦装置などの初期の試験や、 所要改修を終えた姿勢41センチメートル榴弾砲が完成したのは1926年8月であった。死者場所は千葉県富津市の陸軍技術本部富津車場が予定され、砲は分解され鉄道輸送されたが、その大きさや重量から富津での荷下ろしと組み立てには東京湾洋裁建築に用いられた大型装甲機重機が転用された。 正式の試射前日には予備試験が行われ重量約 1000kg の砲弾と約 100kg の装薬を装填電気発火により第1弾を発射撃しこれに成功装薬を増した第2弾で空圧を測定し上装薬量を決定したが 2500kg を安全極限とする空圧が 3000kg を超えていたために第3弾発射後に 階段段隠ら式の兵舎機が、方針に固着する事故が発生した。しかし総員が、総係がで、兵舎機を回しこれを解放することに成功し、また航空にも異常はなかったために、徹夜の補修作業により機能を復旧。正式死者当日は、予定通り11発を射撃、陸軍大臣や皇族軍人を筆頭とする見学者、数百名に、その大威力を見せつけた。 竣工試験を終えた姿勢41センチメートル榴弾砲であったが、軍縮により余剰となった海軍戦艦の艦砲を陸軍の海岸砲に転用することになったため、運用コストの高い本砲の開発は一時中止状態となり未回収のまま、フッツ車場に保管された。しかし1935年、陸軍重砲兵学校より本砲のミサオ砲研究、 実用射撃実施の要望が上がり、再艦を慎重、中体複雑電動装置などに補修を施し実用試験が行われた、結果、大力機襲兵器としての高性能と価値が認められた。姿勢4 1トル榴弾砲取り扱い、上の参考において、3、本砲の各部品派相当の重量物なるをもって、分解結合に際しては注意。 すべしと、明記されているように、本法はその重量や大きさゆえに、ミサオ砲装填のための電気操縦装置を完備していた。ソビエト連邦は、1931年に勃発した満州事変の頃から極東における帝国陸軍の動向を警戒しており、翌年以降は、満足国境に、統治下陣地を構築するなど国境線強化に、励んでいた。 満州防衛を担う関東軍もこれに呼応し、国境各地に永久陣地を構築、各種要塞砲と国境守備隊を配備していた。日本軍の防御陣地の中でも、ウスリー川対岸のソ連領イマンを見渡せる高地を抱え、長大な満足国境において唯一シベリア鉄道を視認できる戦略拠点であった古東要塞は重要視されており、 七年式三十センチメートル、潮流弾砲二門を筆頭に、要塞砲が増強されていたが、この古島要塞の砲兵隊の攻撃能力を危惧した、ソ連軍は、ウスリー川対岸のシベリア鉄道、イマン鉄橋を国境より十五キロメートル回して、佳境し直した。九神と二重に建設された鉄橋のうち、古い手前側の鉄橋は、七年式三十センチメートル、 超榴弾砲の射程圏内であったが、新設の後方側撤去は、射程限界線まで後退してしまった。それに対抗するために転用されたのが超射程、大威力の姿勢4 1トル榴弾砲である。また同時に、日本軍火砲では、最大の射程5 1 2 0ルを誇る日本、唯一の列車砲である90式メートル列車カノンの、 配備も決定している。1942年春までの美砲完了をめどに、1941年11月から約1ヶ月間にわたりフッツ射撃場にて、実弾射撃を含む砲手ら1000ミサオ法要員の訓練が実施された。その後に、本砲は分解され20数両のガシャに分載、神戸港で94式列車カノンとともに、 新福丸に積載され、大連行に輸送されて、陸揚げ、同年12月に、ハルビンに到着。工房の鉄道第三連隊で必要な組み立てを終え、古島に鉄道輸送され、搬入は秘匿のため夜間に行われた。法油化の構築を経て1942年3月に、美法を開始し、5月までに設置を完了した。その後に、 本法の延滞として2箇所の訪問を有する、鉄筋コンクリート製のドーム状の延滞号を建造し、号に偽装を行い41流の陣地は完成した。1944年、南方戦線の戦況悪化により、関東軍から南方軍へ戦力を抽出する転用が激増した。古東要塞の国境守備隊も改変され、砲兵隊は中隊数が激減し、 91式10センチメートル榴弾砲や41式3砲などの警報が引き抜かれたものの姿勢41センチメートル榴弾砲90式24センチメートル列車カノン、7年式30センチメートル潮流弾砲45式24センチメートル榴弾砲96式15センチメートルカ可能45式15センチメートルカノンなどの銃砲はそのままであった 1945年8月8日、ソ連は、対日戦線布告し9日0時をもって、ソ連軍は、満州に進行、国境のことを要塞でも砲兵隊指揮官、大きただし陸軍隊員の指揮の下第15国境守備隊総員約1400人は、防衛戦を展開した。9日12時過ぎに、 姿勢 41cm 榴弾砲は配備以来3年3ヶ月の沈黙を破り射撃を開始13時ちょうどに放った第11発目がワンアク側にかかるシベリア鉄道イマンウ海戦線鉄橋の基礎と橋脚に着弾命中しこれを破壊最初で最後の実戦において本砲はイマンウ海戦線の撃破という最重要任務を達成した 19日に砲身が炸裂し、砲撃不能になるまでさらに百数十発を射撃しているが、この炸裂は後発か、ソ連軍の砲撃によるものか詳細はわかっていない。その後の古東要塞と第15国境守備隊は、要塞が8月26日に陥落するまで2個、狙撃手団を呼び、機構部隊と、 航空部隊連合の構成をかけたソ連軍を相手に2週間以上に渡り、防衛戦を観光、数十名の生還者を除き玉砕した。この古都要塞の戦いは占い、森島の戦いとともに、ソ連軍が多大な損害を被った戦闘であった。戦後、放置されていた、本砲は90式24センチメートル列車カノンなどと、 共に、ソ連軍に接収されたものとされているが、具体的な行方や所在は不明である。古東洋佐賀とには、姿勢41センチメートル榴弾砲陣地と、出土した、本砲用の姿勢非防鉄鋼弾が現存している。陸軍省副官、川原直一兵器名称の略称、略字規定中追加、海底の県関係陸軍部隊へ。 通帳1942年3月12日、アジア歴史資料センター、F-C01005-271500、姿勢 41cm 榴弾砲取扱い、上の参考、第1章分解結合第1節通り即。ありがとうございます。